伊豆長岡温泉福利亭小川屋営業のピュータでございます。はい、今回はですね、お部屋のご案内をしたいと思いますんで、よろしくお願いします。ではこちら3階から行ってみたいと思います。エレベーターですね。はい、はい、こちら側からですね、301から306まで6部屋3階の方はございます。今回はですね、こちら303、こちらのお部屋のご案内をいたします。はい、こちら玄関入ります。踏み込み2畳ありまして、はい、こちらが、お部屋となります。手前が12畳、奥が4畳半という形の16畳のお部屋になります。はい、4人3ぐらいが入られてもですね、十分な広さが、あるのが、うちの自慢でございます。16畳のお部屋になります。こちらですね、地図のテレビ、それは床の間になっております。はい、奥のですね、こちらの方でもゆっくり夜できるんじゃないでしょうか。はい、外の景色をご覧いただきます。はい、こちらはですね、温泉街の街並みと遠くは源氏山という山になります。源頼政公のですね、ゆかりの地でございます。源頼朝の正室の北条政子さんもこの辺の生まれということになります。はい、はい、こちらがですね、3階のお部屋となっております。はい、入り口入ってこちらの方は洗面台とトイレ、それから内風呂となっております。はい、こちらの洗面台と、はい、奥のトイレ、はい、こちらですね、全室洗浄機付きトイレになっております。ウォシュレットがないと困るという方も安心してですね、お泊まりいただけると思います。はい、こちら内風呂はですね、ごく普通のユニットになっておりますが、トイレとお風呂別々なもので、はい、ゆっくりこちらもできると思います。まあ、大浴場の方に行っていただければ、もちろん内風呂の方は急なんですね、時に入っていただければと思います。はい、以上ですね、3階のお部屋のご案内でございました。続いて2階の方もご案内したいと思います。続きまして2階のご案内になります。はい、3階とですね、こちら廊下の方は一緒ですね。こちらも201から206まで6部屋連なっております。はい、じゃあ303の下の203のご案内になります。はい、2階の方は手前は踏み込み1畳ですね。3階の方は2畳ありましたけども、こちらの方はこういう形になっております。はい、3階と違いましてですね、手前にこう6畳ありまして、奥が10畳ということですね。どちらかというと畳を目いっぱい使ったような16畳のお部屋になっております。広さ的に言うとですね、多分こちらの方が広いんじゃないかと思います。はい、こちらはですね、すぐとこがありましての、はい、外の景色は3階よりもちょっと低くはなりますけども、基本的に一緒の景色になっております。手前はもちろんですね、こういう形で人工芝を引いておりますが、外に出るのでね、楽しめます。はい、こちらがですね、2階の作りとなっております。どうでしょうかね、好みは分かれると思います。3階が好きな方、2階が好きな方、まあ、どちらもいらっしゃると思いますけども、はい、こちらですね、布団を10畳の方に引いても手前の6畳でまだ楽しめるということですね。はい、お子さん連れの方は2階の方がよろしいんじゃないかなと思います。はい、こちらもですね、2階と3階と一緒ですね。2階の方のトイレとかも
で、また部署で前室こういう形ですね、洗浄付きトイレ、はい、洗面台があって、こちらも宇宙風呂はございます。はい、こういう形になっておりますので、ぜひですね、皆様のお越しを心よりお待ちしております。伊豆長岡温泉福利亭小川屋、営業のピュータでした。はい、それではピュータのですね、特典映像をお見せします。はい、場所は3階でございます。さて、小川屋は全15室なんですが、先ほどご案内しました3階が6部屋、2階も6部屋ということで、合計すると12部屋ですよね。じゃあ残りの3部屋どうなってんのという方もいらっしゃると思います。はい、残りの3部屋はですね、実はこっち側にも部屋がありまして、この部屋はですね、何かというとですね、添乗員さんやドライバーさん、ガイドさんが、こういう方がですね、泊まる、お部屋となっております。今回特別に普通のお客さんは見ることができない、お部屋をご案内したいと思います。ザザン。はい、はい、こちらがですね、洋室シングルとなっております。はい、多分本邦初公開ではないでしょうか。添乗員さん、ドライバーさん、ガイドさんはこういうお部屋でお泊まりしていただいております。はい、本当にシンプルな狭いお部屋ではございますが、はい、でこちらがですね、トイレとなっております。こちらがですね、308の乗務員のお部屋でございました。というわけで、おまけ映像楽しんでいただけましたか。ピュータでした。